すげえ。よかった。ということで今回なんですけれども、はい、無事ハイエースが戻ってきました。戻ってきました。よかった。ああよかった。意外とねお早いお帰りで、いや本当ね、はい、頑張っていただいて、頑張っていただいてありがたいです。ね、はい。なんかすごい、ちょっと大げさになんかねもう続けられないみたいな感じですごい凹んで、あの時はさあの時はねちょっと凹んでたんですけど、うん、ちょっと凹んでましたけどね。やっとね、はい、本調子が出せそうです。うん、はい。はい、まあ今世間の事情もあったりとかすると思うんですけど、はい、まあ僕ら今回このタイミングで故障して今一時的に戻ってきてるんですけど、うん、はい、今後は前回の動画とかでも少しお話ししたように、うん、ハイエースを過ごしやすくできるように、うん、車中泊仕様にもう少ししていきたいなと、うん、このタイミングでちょっとやっていきたいなっていうのが一つありまして、うん、はい、あとはちょっとねまだちょっと言えないんですけど今後でかいプロジェクトが始まるので、うん、はい、まあ、ちょっと近日それはお伝えしたいなと思うんですけど、うん、なので一旦無期限車中泊旅というよりは車中泊のための、カスタムだったりとかあとは DIY みたいなものをやって動画にできたらなと思っております。うん、であとはあと僕らやっぱり、映像制作を仕事としているので、はい、まあ、そういったお仕事で地方に行ったりとかも仕事で行くっていうことはあるので、まあ、その際はやっぱり遠いところだとどうしても車中泊しないといけなかったりとかもしてくるので、うんうん、車の中からそんなに出たりとか観光したいっていうのは今後は少なくなると思うんですけど、はい、まあ、車中泊旅っていうのはそういう仕事とセットでできたらなと思ってますので、はい、まあ、その時はぜひご覧いただけますと幸いです。はい、はい、ということでね、はい、今回はその、うん、まあ、ハイエースが無事戻ってきたんで、はい、ちょっと戻ってきて今後どういうカスタムしていこうかみたいなところをちょっとそのハイエースにいろんなものをこう入れて補強しながらちょっと2人で語ってみたので、はい、見ていただければと思います。はい、では短い間だったけど、ね、でも結構なんだかんだ楽しかったね。楽しかったね。あ、いるじゃん。ん、いるいる。あ、いた、うちの車。いた。うちの車いたよ。イエーイ。あ、乗らない。あ、そうですそうです。あ、でもなんか閉じた。閉じた。しかもなんかピッカピカに磨いていた、はい、ありがとうございます。新車と取り替えたわけじゃないですよね。はい、はい、よかったです。お、ガソリン車の音がする。ガソリン車の音がするわ。やばいな、やばいな。ピーピー言わなくなった。ピーピー言わねえよ。すごっ。てかやっぱ俺はねやっぱガソリン車の方が、うん、まあ、慣れてるからめっちゃ運転しやすい、うん。あとやっぱこのクラフトプラスのね、これが、ね、そう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 、いいんだよね。いいよね。すげー。よかった。やっぱプロが直すと違いますね。はい。やっていこっか。補強をまず、うん。そうだね。で今日は補強して、うん、清掃して荷物を積み込むという感じですね。うん、はいはい、そうだね。じゃあ、きしみを直してこう。うん、ちょっとがいいよね、やりすぎると。やりすぎはいいけど。あ、これで全部できたよ。いい感じ？うん。よいしょ。はい、いいんじゃない？よし。はい、元通りです。あ、やっぱいいね。元通りです。やっぱいいわ、この机いいわ。やっぱちょっときしみがなくなった気がする。そうだね。じゃあ次はこれです。カインズで買ってきたやつ、うんうん、でだこれをこういうここにこう、うん、多分置く感じだよね。そうそう、内側からね。そうだよね。止められたらいいんだ。それでこれもここにやると。じゃあじゃんじゃかやっていくわ。オッケー。あ、それもカオリンがやるの。え、うん、いいかなって。分かった。
私の方がいいね。あ、そう。ゆっくんちょっと大きいから、うん、きついと。デカブツはね。デカブツはちょっと。あ、いいじゃんいいじゃん。一応それね、1×4 の 1x4 っていうのかな、うん、そうそうそう、それ用 の、ね、しかもこの 先端が黒いっていうね。確かに。でもまあ中だからどっちでもいいんだけどね。そうだ気持ちの問題。まあまあまあ、やっぱ車でさ、こっちに倒れてここがバンってなると終わるから。それはやだよ。去年の今頃とか DIY なんて一回もしたことなかったからさ、こんなのできるようになるとは思わなかったよね。本当だよね。暑いな。もうね、車内が暑くなるからね。俺は涼しいけど、うん、あ、そっか。よし、いい感じ。はい、できました。お疲れ様です。大丈夫？ひどいね。待ってたんです。待ってたのね。そうだよ。見て、これ可愛いよね、やっぱ。これ可愛いね。うん。結構初めの方に買ったけど。そうそうそう。これめっちゃいい。めっちゃいい。じゃあ敷いてください。はい。こんなもんかな？うん、そんなもん、そんなもん。いいね。疲れたな。まだまだありますよ。ザックザック持ってきてもらっていい？え、また持ってくるの？なんで？私もトヨタ？いや、いいよ。寝てるじゃん。なんで寝てんの？めっちゃ気持ちいい。一回行ってくるわ。ありがとう。はい、行ってきます。はい。続々とね、もうほとんどなくなってきた。あ、そう、うん、もう終わり。これででも大体終わりだと思うけど。うん、大体終わりだと思うんだけど、まあちょっと見てきてもらっていい？最終確認。ちょっと俺休憩してるわ。どう？大丈夫そう。本当？あ、よかった。で、今後どうやって、うん、今だ現状こういう感じになってて、はい。じゃ、まずやっぱ天井だよね。天井？うん。本当は木とかにしたいんだけど、うん、でも穴は開けたくないから、それをこううまい具合にやろうよ。これね。ここの色を変えるっていう。色を変える。そう、色を変える。塗るとかね。塗りません。まあちょっとね、いろいろ練ってる方法があるから。そうそうそう。それでだからここのなんかこう荷室をちょっと明るくしたいね。それで、うん、そうだね。多分ここ変われば結構ガラッと変わると思うんだよね。またあとはカーテンつけたい。一旦トライしてみようか。カーテンね。カーテン、そうで、なんかレール系はちょっと予算もいろいろあって、うん、この前フレックスさんに聞いていろいろ考えて一旦やめになったから、とりあえず自分たち DIY でできるとこまでやってみよう。カーテン、うん、でとにかくこっちとそっちのカーテン、うん、シェードを貼るのはフロントガラスだけにしたいよね、うん、そうだね。あれ、この前何話したの？それだけだっけ？あとステップでしょ。あ、ステップだ、ステップ、うんうん、だからあとはステップを木にしたいんだけど、うん、でさっきなんか実物見たら結構大変そうなと思った。あ、本当？どこまでを見るか、どこまでを木にするかみたいな。ここはさ、うん、こういう形で切ればいいかなとは思うんだけど。これで切ればいいね。あ、ここね、うん、そっかそっかそっか。だ、ここは黒いままなの。うん、ここは黒いまま、うん、でいいんじゃない。だ、なるべくやっぱ薄くしたいね。そうなると、そうそう、だ絶対このさ色はゼロにはできないわけよ。ここにとかにもあるし。あ、そうだね。そう、だったら変に隠すよりは少し残してちょっとデザインっぽくして。はい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 、うん、あとは駅、ここは靴箱とか作んなくていいんだよね。靴箱、靴箱、靴箱ね。
正直さ、ここってデッドスペースだよね。そうだよね。ここだけあればいいじゃん、ステップは。そうで、いつもここにこうやって靴を置いてるじゃん。そう、置いてる。だったら靴箱作っちゃったらいいんじゃない。なるほどね。あ、靴箱作るか。靴箱作る。あ、それはいいね。急に決まった。急に決まる。え、だから左右に俺ら一人ずつの靴箱を作る。そうそうそう、靴箱を作る。まあやってみようか。まあ、うちらは、ね、あの 5対5ぐらいだから、その何それ、勝率？勝率。DIY の勝率。まあいいよ、じゃあ一回やってみよう。OK。はい。はい、というわけで今回は、我が家のハイエース、ゴジュガッタちゃんが、はい、戻ってきまして、いつの間にかゴジュガッタちゃん結構浸透してて嬉しい。まあでもゴガッタちゃんっていう説もあるからね。いやいや、ゴジュガッタちゃん、ゴジュガッタちゃん、ゴガッタちゃんなんだって最初言ってたんだけど、いや違う、ゴジュガッタちゃんだってなったの。ちょっとよくわかんない。ゴジュガッタちゃんなんですよ。です、ね、あの、まあ、今回はあのこのハイエース今後ね、どうやってもっと楽しい車にできるかっていう、ね、そうだね、ところでちょっと話しまして、うんうん、あとは棚とかも徐々に徐々にね、あのネジで止めてるものって緩んできてしまったりするので、うん、まあ、今回はこのタイミングでメンテナンスみたいな、うん、まあ、このテーブル今乗ってるんですけど、はい、テーブルとかも椅子止めし直して、うん、がっつりあの壊れないようにしたので、はい、これでもう大丈夫だね。大丈夫だね、うん、うん、まあ、またそのカスタムとか今後はやっていくっていうことで今回お話しさせていただいたんですけど、環境が落ち着いたらまたちょっと旅の方もね、出ていきたいなという気持ちは全然あるので、はい、まあ、まずは一旦ちょっと腰を据えて、あの今後はカスタムに集中をして、はい、あの次のロケットスタートに向けていろいろ準備をしていきたいなと思っております。であと冒頭でお話ちょっとしたように、あの今後ね、あの面白い企画をちょっと、はい、あのご用意してますので、はい、ハンドル上げてるけど大丈夫、面白い企画をご用意してます。めっちゃハンドル上げてるけど、そうですね、あの面白くないかもしれないけどどっかね、まあ、あの僕らはすごい楽しみ な、うん、あの企画があるので、ちょっとそれも進めて、はい、お楽しみいただけると幸いです。はい、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。